いやー、刹那圭介だよ。今回は箱庭の歌テトラストライクを15回パート15になりますけどやっていきたいと思います。ちょっと開けてみた。あ、そうじゃ、前回なんかよくわからん闇の世界とかにのとこパートになったんやな。今回のパートでね、この闇の世界がどういう世界なのかっていうのがちょっとね、もう分かったら解明できたらいいなって思ったんやけどね。まずこの人物の名前なんて読むか忘れたね。なんて読むこれ、アイサでいいんだったっけ。これアイサでいいんやっけ。パッと見でアイサって読むけどアイサでよかったっけ。え一人待った、一人減ってまた広くなっちゃったね。まあしょうがないよそれは。だね、この学校に来たばっかりの時は5人だった。唯一の男の子だったエイが少し前に眠りにつき、それから間もなく妹のサヤも眠ってしまった。眠っちゃった人が起きる方法はないのかな。リセットシステムを停止させることができればみんな目を覚ますことも覚ますかもしれないね。リセットシステムって何？そんな人類の活動をリセットせんかったら世界は滅びるみたいな、そういう世界になったん。と言っても結局誰もできなかったからこういうことになってしまっているわけだけど。まったく、なんて迷惑なシステムなんだよ。そうは言うけど、リセットシステムがなかったら人類はあっという間に滅んでいたんだ。怖っ。リセットシステム何の役に立っとったかって言ったら、もう人類の滅亡を阻止しとったんだ。リセットしたらどうなるかって、神のいたずら的な感覚なんだろうか。なんだっけ、なんとか病ってやつでしょ。笹島病。なんだ、ドクター笹島が見つけたけ、笹島病って自分の名前つけてたんかな。どういうことそれ。どんな病気なん。そう、それそれ、笹島病。それは一昔前、笹島という経験、いや本当に当たった、本当に当たった、笹島っていう人がつけたんだ。だから笹島病なんじゃ。あっとったがな。おお、俺勘鋭いな。発見された未知の病気である。発見から数年、人類はそのうちの4割が死滅してしまった。そんなに死亡率高い病気なんじゃな。どんな感染経路とかそういうの教えてくれんかな。減り方から試算すると人類の絶滅は避けられないという結果が出てしまう。そんな人類を救うために作られたのがリセットシステムだった。悔しい内容はよく知らない。教えてくれ、それを俺は知りたいんじゃ。視聴者だって知りたいと思うんじゃ。それは教えてくれ、そこが重要点。ただリセットシステム下にある人間はいくら傷つこうが命を落とそうが翌日になるとなかったことになる。恐ろしいな、まさにリセットじゃないか。恐ろしい。それゆえに老いることもなければ成長することもない、完全なる不老不死の体現。リセットシステムはそういうものだった。リセットシステムの起動とともに永遠ともいえる時間を手に入れた人類は長い年月をかけて笹島病を克服する。あ、よかったね。じゃあもうリセットシステムいらないの状態じゃないの、それって。そういうことじゃない。あとはシステムを停止すればそれまでと同じような生活が戻ってくる、そのはずだったのだが、誰もシステムを止める方法がわからないという時代に陥る。これはボケ。これはボケ。制作者残っとけよ。そのシステムを止める方法を知ってる人間が残っておくべきだろ。なんなん、システムの止め方知ってる人が全員眠っとんか今。本末転倒やの。コメントが長文すぎてちょっとこっちで見とかな。なんこれ、恐ろしい、恐ろしい。先週見てないから突然のシリアス展開、恐ろしい。どうも。まあ先週ね、小鳥ちゃんが力取り戻してね、
まあ取り戻して、なんか一旦チャプターが終わって、この謎の闇の世界っていうのが始まりましたよ。本当に闇ですよこの世界は。なんなん笹島病って、名前の付け方安易すぎるわ。そのまま人類の不老不死は続き、そんな中でだんだんと眠り始める人々が現れた。また新しい病気が始まった。笹島病の次やけん、山本病とでもしとこうかも。適当に眠った人は何をしてももう起きることはなく、ただただ永遠と眠り続ける。あかんで、永遠リセットシステムでないが。スロー現象はあっという間に広がっていき、今ではもうほとんどの人間が眠ってしまっている。怖い、この世界怖い。もしかしたら本当に起きているのは私たちだけなのかもしれなかった。よーし、これで大丈夫かな。お前その大丈夫かなって言葉を簡単に使うな。今の言葉、今の話聞いてなかったか。お前大丈夫要素ゼロじゃ。うむ、あまり綺麗に片付けすぎるとサヤが目を覚ました時に起こりそうだから、このくらいにしておこう。眠ってしまった人間が目を覚ますことはきっとない。でも願うことだけはやめないでおこう。そう言ったのはサヤだった。サヤ、いつか私も眠りについて、そしたらまた話せる日が来るだろうか。きっとそうだと信じたい。それまでしばらくお別れだ。おやすみ、サヤ。あー、ちょっと待って、眠い夜で。眠っちゃダメだよ。起きろんだ。起きる。おい、ちょっと待って、ちょっと。な、誰かこいつの口の中に梅干しぶち込んで、な。眠っちゃった。第2章、サマーフレンズプロジェクト。ははは、お、友達おらん俺にもぴったりや。ぜひ友達紹介。7月16日水曜日。今日の夜、付き合え。涼介、イリナさんから迫られてるぜ。イリナさんと脈ありですよ、涼介。これはさ、イリナさんおっぱいでかいしさ。これ、小鳥ちゃんかイリナさんに乗り換えるっていう手もあると思うぞ、涼介。通学途中の道で待っていたイーナさんが急にそんなことを言い始めた。イーナさん雨の中で待ってる。雨の中でもかかわらず待ってくださってる。めっちゃイーナさん俺に好意持ってる。え、何ですか。事情聴取だ。昨日のことについて聞きたい。あ、これドブロックだったら俺と一緒に言いたくてたまらないんじゃないのとか言いそうなタイプやなこれ。それなら僕じゃなくて小鳥さんに直接聞いた方がいいんじゃ。聞いた。だがあれはダメだ。言ってることがさっぱりわからん。小鳥さんのことやけんな。多分擬音語バンバン使うようなら、ここでビーンってなってね、バーンってなってね、そこでピシバーンってなって倒したんですみたいな。ダメだよ小鳥ちゃん。ちゃんとそういうちゃんとした言葉使おうぜ。しゃあ本当にや。俺ちょっと今日勘いいぞ。まだ当たってもだで。小鳥ちゃん本当に擬音語ばっかか。小鳥ちゃんもうちょっと勉強やり直そうぜ。勉強な。はとしか言いようがない。本当はやね。イーナさんそれは分かりますよ。どれくらい分かるかっつったらね、1+1=2って言おうひとみたいに分かるよね。ちょっと意味わからんか。小鳥さんらしいですね。まあそういうわけだ。だから付き合え。いいですけど、でも大して話すことはありませんよ。それでもいい。よろしく頼むぞ。はあ。デートが始まる。ああ学校か。ああイーナさんとのデートはもう放課後なんですね。わかりました。イーナさん待ってます。ちょっと時間の時の流れが遅いですね。待ち遠しいな。学校に着くと、今日も小鳥が言い直した、小鳥が
先に到着していた。おはよう、涼介。おはよう、小鳥。うん。小鳥。小鳥。まだ言い慣れないな。人の呼び方を変えるのってなかなか難しい。さん付けから呼び捨てとなればなおさらだ。昨日はお疲れ様。帰った後も大変だったんじゃない？うん、ちょっと眠い。事情聴取朝までやったんやな。いいなさん、眠らせてあげたらいいのに。疲れとうだろうにな、小鳥ちゃん。そういえば一つ気になることがあった。なんだい？この島の敵って昨日倒したやつ以外にもいるの？もしいないということであれば、小鳥はまた引っ越してしまうのではないだろうか。敵いてほしいな。涼介、お前何そんな悪いこと言うんだ。ちょっとそれはあれだ、あかんよ。それはちょっとね、みんなが不幸になる言葉を言ったな、涼介め。いやでもそうしたらまだ小鳥は戦わないといけないわけで。いる。あ、そうなんだ。本当だよ、不謹慎やで。あ、俺不謹慎って言葉言いたかったやけどね、なんかさ、いざ言おうと思ったらさ、ボキャブラリーって出てこんのよね。不謹慎って言葉が出るんじゃない。不謹慎の代わりにさ、不憫とかそういう言葉が出てきたね。全然不憫ではないから。不憫ではない。安心していいのか悪いのか。でもまだ小鳥と一緒にいられることに安堵を覚えている自分がいた。もうラブだね。もうラブしか言いようがないね。昼休み、廊下を歩いていると、突然後ろから声をかけられる。え？誰だい？新キャラクターかな？本当に新キャラクターだし。おでこピカーの子だったわ。軽音のりっちゃんや。軽音のりっちゃん的だ。君もしかして、軽音部でドラムやってるんじゃないのかね。俺はそう推理するよ。振り返ると1年生の森崎マリン。マリン。キラキラネームや。だからその髪型、髪青水色にしたんじゃ。マリンって名前を強調するために気に入ってるね、マリンって名前。ん？どうかしたの？小さい学校などで全校生徒の名前は一応把握している。と言っても森崎とはあまり話したことがないので、呼び止められた理由がわからない。っていうかさ、チャプター2でいきなり出てくるってことはさ、めちゃくちゃなんかあるぞこの子。突然出てくるんやで。チャプター2でいきなり突然出てくるんやで。んでマリンっていうキラキラネームやで。そら、この前のサッカーみたいな田中みたいなのが出てきたらさ、別になんとも思わんよ。でもさ、森崎マリンやけんな。マリン、なんかあるわこれ。ちょっといいですか、話したいことがあるんですけど。不機嫌そうな声でそう言うと、森崎はこっちに背を向けて歩き出した。なんで不機嫌なん？マリンって名前キラキラネームって言うたけんが、やっぱり気に入ってるやん。なんだ？よくわからないが、その後ろについていく。人気のない非常階段まで連れ出された。涼介さん、3人目の脈あり人物発生ですよ。涼介さん、どこまで行くんよお前のリア充は。田中かっこ俺に何か思えよ。無理っす。無理っす。え、もしかしてこれって。涼介さんも罪に置けまへんな。告白ですって。廊下じゃないわ、非常階段に連れてかられただけで告白って。うん、罪に置けませんな。リア充ホイホイ、リア充さん。なんかさ、俺さ、リアルで涼介に会ったらさ、顔顔面殴りたいわ。ふと頭の中に告白という二文字が浮かんでくる。やば、ちょっと脈あり今日だけで2回あったんやけど、イーナさんのおっぱいも捨てがたいんやけどさ、マリンちゃんのあのショートヘア俺好みなんよな。うん、涼介が好みかは知らんけど、刹那圭介自身は好みなんよな、ショートヘア。非常階段に異性を呼び出すなんて、それくらいしか。
いや、他にあるんちゃうかな、決闘とかさ、決闘の申し込みとかあるんちゃうんかな。マリンちゃん意外と剣道部とかさ、柔道部とか、もしかしたらボクシングとかやりようかもしれんで、ね、凌介さん、どうして凌介選ばれたか知らんけどね。あのですね、めっちゃくちゃ頬をあからめてるやん、頬をあからめてるやん、マリンちゃん、マリンちゃん、ちょっと本当にそうなのかい。そんなことを思っていると森崎が話し始めた。うん、先輩はどう思ってるのかって思って、先輩はどう思ってるかって思って来ました。これ恋愛的なイメージがどんどん膨れ上がってくる設計。どうってそれはつまり私のことどう思ってるんですかということか。どうって言われても、キラキラネーム、いや、なんていうか僕森崎のことをよく知らないし、キョトンって返した顔でした。は？え？私が何です？急に何を言い始めてるんですか？え？は？え？じゃあ何の話？何ってコナミさんのことです。あ、そうか、この家1年生か。そうか、コナミと同じクラスか。あー、コナミ、あ、コナミの、ちょっとコナミのこと気になっとうタイプなんやな。つまりユリなんやな。はっはっはっは。チクチュー！告白じゃなかったー！告白じゃなかったー！ドキドキした俺ー！返せー！ドキドキの気分を返せー！はい？コナミさん、クラスに友達が一人もいないんですよ。知ってるでしょ？それについて先輩がどう思っているかって話です。そうだ、ってことはユリ展開があるぞ。これはユリ展開ですよ。これコナミちゃんとこのマリンちゃん、コナマリが来ますよ。コナマリ、え、マリコナの方がいいんかな、どっちがいいっすかね。まあどっちでもいいや。多分この子が攻めでさ、コナミちゃん受けになるだろうな。ここまでグイグイ来てますから、先輩にちょっとコナミちゃんのことを聞いてきてますから、これはもう軽音部どころじゃないの、マリンちゃん。あ、そうなんだ。自分の勝手な違いから、勘違いから、恥ずかしさに襲われる。ざまあ、涼介さん。リア充だから爆破しよった。はははは。ん？何か顔赤いですけど、大丈夫ですか？マリンちゃん、数分前の君の顔を知らないかね。君だって赤かったよ。おあいこだね。うん。大丈夫。で、なんだっけ、コナミがどうだこうだって。もう、ちゃんと話聞いててください。コナミさんに友達がいないのをどう思ってるのかって話です。ああ、そうそう。それね。コナミは僕たち以外とは遊ばないし、クラスでどう過ごしているのか気になっていたことではあったが、おっと、これは情報共有ですな。君は僕たちといるコナミのことを聞きたいわけでしょ。でも僕はクラスでいるコナミのことを聞きたいんですよ。ここはちょっと情報シェアしましょうよ、マリンちゃん。やっぱり友達いなかったか。ま、よくはないだろうな。でしょ？ですよね。でも、なんでそんなことをわざわざ。最近、コナミさんは部活もサボりがちで、小学校の時よりどんどん孤立していってるんです。お、コナミちゃん、もしかして、マリンちゃんと一緒に軽音部に入っとんじゃ。コナミちゃん、何のがキションかな。コナミちゃんな、トライアングルかな。そんなの見てて辛いっていうか、どうにかしてあげたくて。マリンちゃん、優しいな。そう言われても、本人が別にそれでいいって思ってるだろうからな。それが問題なんです。今は先輩たちがいるから別にそれでもいいって気持ちでしょうけど、来年になって先輩たちが卒業しちゃったらどうするんですか。ああ、大丈夫。夏行き留年するから。コナミさん、一人きりになっちゃうんですよ。だから言うんで。夏行き留年する。だから、まだ夏行きだけは学校に残るけん大丈夫。うん、いけるよ。マリちゃん、グッジョブ。まあ、それはそうかも。
大体そうなっちゃってるのは先輩たちがクナミさんを縛り付けてるからなんですよ。いや、あれなんよ。コナミがキヨンは自らの意思でさ、コナミを呼んでない時のコナミ来た時あるけんな。確かパート3あたりの川の時とかそうだったと思うよな。わかるかい？留年は決定事項。そりゃそうでしょう。あの頭の悪さですよ。でもってね、ここはね、この中学校はね、意外と模試とかやっている進学校的なやつですよ。そりゃ中学でも留年とかありそう。ちゃんと分かってます？あ、留年じゃなくてもあれやわ、浪人。高校受験が失敗して浪人ってこともあるかもしれんな、もしかしたら。はい、何でもかんでもコナミさんを連れ回して自分たちで遊ぶ方が楽しいっていう洗脳をかけてるんです。いや、そんなことしてないし。かけてるんです。ちょっと今の振動ちょっとブルブルってした。ちょっとかわいいよ、マリンちゃん。イズキも留年する気が。あ、イズキはちょっとあれやな、なんだろうな、イズキはちょっともしかしたらあれやな、料理の腕前の方で推薦もらえるかもしれんな。料理がうまかったからね。とにかくちゃんとクラメさんの今後のことを考えてください。それで夏の間にクラメさんを解放してあげてください。いいですね？そんなこと言われても。いいですね。中学中1の女子の迫力じゃない。これが軽音部でドラムを役やってた実力なのだろうか。まあ一応考えはするけど。頼りない返事ですね、まったく。っていうか、なんでそれを僕に言うの。夏行きに言えよ。そうだよ、兄貴だよ。あの先輩先輩に変人先輩に言ったところでまともに取り合ってもらえるわけないでしょ。夏行き変態扱いされてるよ、後輩に。まあ、その通りやけどね。まあそれはそうだな、凌介ですら否定しないんですな。じゃあ伊月でも歩でもいいじゃん。なんか牧田先輩だったっけな、牧田先輩は怖いし、ジタマ先輩絶対違うな、これ。ジタマ先輩とは呼ばんの、これは。でかくて威圧感あるから嫌です。牧田先輩が伊月で、確かジタマ先輩って呼ばんと思うけどね、が IM の子だったからな。消去法かよ。あれ、それって僕なら言うこと聞きそうって思ったってことじゃ。はい。舐められてるな、凌介、舐められてるな。少しは否定しろよ。まあコナミのことを思っての行動なのだから、あまり邪険に扱うのも良くない。とりあえず一応話はしてみるよ。僕も来年のコナミのことはちょっと心配だし。さすが愛坂先輩ですね、話が分かる人で助かります。あ、そう。それにしてもなんでここまでクナミのことを気にかけてくれるの。え、だって別に放っておけばいいじゃん。放っておけるわけないです。だからなんで。それはん、クラスメイトだからです。別にそれ以外の理由なんてありません。あ、ならんかった。指ならんかった。ないよ、これ。向こうに聞こうよ、これ。指全力で鳴らしようよ、これ。鳴らしようよ。いや、そうじゃなくてさ、これ本当に有利展開じゃないかな。マリンちゃん。マリンちゃんと、コナミちゃんの、ちょっと有利カップルができるんじゃないかなって、ちょっと、内心偉いことになっております。それじゃあ、ちゃんとコナミさんのことを考えてくださいね。怒鳴り散らすようにそう言って、森崎はこちらに背を向けると、校舎内へと戻っていた。おい、軽音部頑張れよ。さて、ちょっともうちょいやりたいところですが、ちょっと時間がちょっと中途半端なんやけど、多分この辺で切っとった方がいいんじゃないかなって思うんで、ちょっとここまでにしておきます。ちょっとちょうどいいところだったんで、ちょっと切りのいいところでって、
これロードだし、これロードだし、これロードだ。さて、なんつうかね、闇の世界が終わって、闇の世界のこと若干わかりながらもさ、なんでそういう世界があるかってことまでは全然解明できんかった。解明できんかったけど、ちょっと、凌介の世界、まあ俺らのちゃんとした世界の方はね、ちょっと面白い展開になってますね。チャプター2で突然、コナミのユリ展開が待っとるからな。そして、夏行きは流年の危機ってことですな。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。